米野知人、米野知人、米野智人、1982年1月21日体は、北海道札幌市出身の元プロ野球選手、保守、外野手コーチ。札幌新にことにシニアリーグ、小樽市の北小高等学校を経て、のドラフト会議でヤクルトスワローズから3位指名を受けて、入団した。ルーキーイヤーのは一軍出場なしに終わり、 翌日軍に初昇格する。9月7日の対巨人戦で途中起用され、プロ入り初出場を記録した。は、初安打を放ち、8月11日の対、横浜ベイスターズ戦で初の先発出場。その試合で、吉見雄二からプロ初本塁打を放ち、初打点を記録する。8月19日の阪神戦では11回裏に、 四万塁からプロ初サ用ナラだを放った。よくは一軍出場なしに終わった。よくは十五試合に出場。は十四試合出場と出場機会を増やした。シーズン末に退任する若松勤監督から指導を受け、それまで打率例から一割台後半と低迷した打撃面での性を評価された。それまで性保守であった。 古田敦也が選手兼任監督に就任したは自己最多の116試合に出場した。打撃面においては前日の指導もあり、自身初の打率2割台に到達、7本塁打を記録している。は、前年度の実績から正捕手候補の筆頭とされたものの、オープン戦で16打数1安打と打撃面で結果を残せず、開幕後は、 スタメンマスクを打撃面で勝る福川進む輪に譲る、機会が増え、米野は2番手保守に甘んじた。その後、福川の打撃が低迷したことから、4月末から5月いっぱいにかけて、再びスタメン起用が続いた。もっとも米野も1割台の打率に終始し、正保守への定着は果たせなかった。守備面では前年までのような早急の失策などは減少したが、古田より、 リード面に対して苦言を提されることもあった。7月中旬には、実戦で経験を積む目的から約2年半ぶりに2軍へ降格すると、川本良平の台頭もあってそのままシーズンを終えた。は、前半戦までは控え保守として1軍登録されていたが、絹川厚の台頭や川本が怪我から復帰したことによって6月24日に1軍登録を抹消された。 同年7月12日、二軍の試合において、ファウルチップを右手親指に当てて、脱臼骨折し戦線離脱となった。同年中の復帰は絶望しされたものの驚異的な回復を見せ、9月13日に二軍戦で実戦復帰した。その1週間後、福川の怪我により、約3ヶ月ぶりに一軍へ復帰した。6月18日、 山岸上との交換トレードによって埼玉西部ライオンズへ移籍した。米野は移籍を機に山岸が付けていた背番号36を着用する。しかし、この年にはヤクルトへの在籍中から一、軍公式戦への出場機会がなかった。二は前年までの正保守、細川徹が国内 FA 圏の講使で福岡ソフトバンクホークスへ移籍した。米野に 正保守争いの機会が訪れたが、怪我でシーズンに出遅れたことから一軍公式戦への出場は3位にとどまった。なお、外野を守れる右打者がチームに不足していたことから、シーズン終了後の周期キャンプでは、外野の守備練習を開始した。2は、ポジション登録を保守から外野手へ変更し、4月26日のソフトバンク戦、福岡ドームでは、 9回表に四万塁類で迎えた打席でブライアン・ファルケンボーグから左翼スタンドに逆転本塁打を放てチームの勝利に貢献した詳細工術。米野にとってこの一打は一軍五年振りの本塁打であった。その一方でイースタンリーグの公式戦では6試合で一塁、1試合で保守の守備についている。2は一軍公式戦3試合の出場で4打席。 無安打3三進という結果に終わった。イースタンリーグの公式戦では29試合で1塁、27試合で3塁、10試合で外野を守っている。2は主に大打で1軍公式戦12試合に出場した。二本の比を放ったほか、2年ぶりに安打、打点、得点を記録した。イースタンリーグの公式戦では35試合で1塁、11試合で、 外野の守備についている。2は1軍公式戦2試合に出場しただけで、4打数無安打に終わった。1軍が保守3人制を採用する一方で、2軍の保守に故障者が続出したチーム事情から、イースタンリーグ公式戦では保守として10試合に出場。しかし、1軍でマスクを被る機会がないまま、10月2日に球団から戦力外通告を受けた。 2015年11月12日に地元球団の北海道日本ハームファイターズが米野を保守県二軍バッテリーコーチ補佐として契約したことを発表。米野はこの契約を機に保守ができれば外野はいつでもできるという栗山秀樹監督の発案でポジション登録を4年ぶりに外野手から保守へ戻した。背番号は70は軍バッテリーコーチ補佐として 二軍の遠征に参加しない選手、残留組の指導などを担当した。その一方で、ユーティリティプレイヤー、保守、一類種、三類種、外野種として、イースタンリーグの公式戦に随時出場。4月20日の対西部戦、札幌ドームでは、保守として8回表から試合終了まで守備についた、ことによって、自身2年ぶり、遺跡後初の一軍公式戦出場を果たした。 一軍公式戦への出場はこの試合だけにとどまったが、球団ではも、米野と契約することを予定していた。しかし、米野自身はシーズン中の8月に、この年限りで現役を引退することを球団幹部伝達。10月30日には、米野の現役引退及び、コーチ補佐職からの退任が、球団から発表した。12月2日付で、NPB から、 自由契約選手として講じ、プロ野球界で得た知識、財産、経験を社会へ還元することをテーマに、フードコーディネーター、飲食店の経営、食生活に関する講演など、食の伝道師として活動することを模索している。札幌にある米野の実家では、喫茶店を経営しており、道内での試合の際に訪れるファンも多いという、東京ヤクルト時代には、 入団直後から、古田の後継保守として注目された。肩の強さと長打力が注目されていたが、キャッチングやリード面で課題を抱えていた。打撃面では、東京ヤクルト時代から確実性の低さを指摘されている。同球団への在籍中には、一軍公式戦へ出場した8年間のうち、打率2割以上を記録したのは2006年、340打数80安打。 打率235と2009年、18打数5アンダー、だりず、278の2シーズンのみにとどまった。埼玉西部へ在籍した5年間でも、2012年、58、打数12アンダー打率、207と2014年、19打数4アンダー打率、211しか達成していない。埼玉西部時代の2012年にソフトバンク戦で、 逆転満塁本塁打を放った際には、この試合を中継していたライオンズナイターで、斎藤和美、文化放送アナウンサーが、感動のあまり途中から泣いていると思われるような声で実況していたとされる。ちなみに、この本塁打の後に作られた、ヨネノの応援歌には、レフトスタンド狙え奇跡を起こせというフレーズが使い入れていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。